ということで僕は選手大学の星掛けなんですけども、今回はね、前回朝起きてるところからくどいみたいなところの意見も伺ったんで、今回ちょっと取り入れてめちゃくちゃコメント取り入れて生きていこうと思います。今日は結構まあ佳境なんですけど、僕もまあ普通に落ちたりしつつみたいな話は座談会でしつつも、ちょっとうまくいってるところもあるので、その企業が次最終面接なんで、今日は最終面接やっていこうと思います。でその後はダイアリーに行ったりするっていう感じなんですけど、いつも着てる青シャツはこちらに移動しまして、ちゃんとねコメント欄でいただいたんですけど、まあ、白シャツの方がいいみたいなところもいただいたので、白シャツ買ってきました。あと髪型もね言われたので、髪型もちょっとセットしておこうと思います。いいっすよねこれ、多分マックスあんま得意じゃないんですけど、これ結構うまくいったかもしれない。ちょっとまだ別にまだ面接じゃないので対策してこれやってきます。はい、ということでちょっと面接やっていきます。面接はちょっとね緊張しますね。最終までオンライン当たり前になってますよね。オンラインで最終はちょっとみたいな、会わずに泣いてはちょっとみたいな、働くなんて意識でできないよって、あと今結構当たり前になってます。お願いします。はい、 ありがとうございました。それでは失礼いたします。あっつ、面接の最後いつまで頭下げてればいいんだろう、あるで顔上がった時に面接官まだ言うと気まずいっていう、これオンライン面接あるある。でもなんか落ちたかもしれないって思いたくなりますよね。なんか落ちたかもって思ってた方が受かったら嬉しいし、落ちててもまあ面白いと思ってたしって言える、思えるっていう、メンタル的にはそっちの方がいいみたいなのありますよね。それでちょっと会社に行きます。今からあ、花松さんおはようございます。おはよう、星くん、はい、おはようございます。ということで今日はちょっと内定する友達いるので、うんうんにちょっと合流して、うん、キーちゃんに教えを請いに行こうと思ってます。おー、いいね。ケジは立教 の内定ゼロ就活生です。はいはい、そうです、内定ゼロです。で行きましょう。じゃ行ってらっしゃい。行きます。行きます。あー、お疲れー。キーちゃんお疲れ様です。お疲れー。どうなの、それで最近。いや、ちょっとやばくてですね、ちょっとご相談に参った次第なんですけど、あ、まあ、もう一回ちょっと落ちちゃって、うんうんうん、なんかいい、なんかないかなって、なんかないかな、うん、なんかめっちゃいいサービスとか、あーね、知りたいか、俺も。じゃあ、私がすっごいお世話になった就活サービスを教えましょう。おー、その名はオープンワークです。あー、知ってるよ、オープンワーク。はい、軽く使ったことあるよ、うん、ランキングとか見るやつじゃない。そうだよね、教えてもらって。でも今すぐお伝えします。あ、本当ですか、仕事大丈夫、仕事大丈夫、大丈夫、仕事に魅力伝えたいから、仕事よりも魅力の方が勝った、うん、そう嬉しい。はい、ということで早速なんですけど、うん、キーちゃん、そのさっきの就活サービス教えてもらってもいいですか。はい、これは、はい、オープンワークにつきます。なんかあれでしょ、うん、ランキングのやつ使ってる。本当、早速も使ってるんだ。評価出るやつ使ってます。はい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 、はい。私が一番伝えたいところとしては、はい、実際の社員さんだったり、もともと働いてた方が、まあ、口コミとして書いていて、すっごい信憑性高いの。はい、やっぱ座談会とかさ、OB用具訪問とかでいきなり切り込みにくいじゃん。例えばお給料とか、あ、確かに、結構そうだよね、本音の情報とか。そうだけど知りたくない。はいはいはい、とりあえず見てほしい、本当に。 OK です。じゃあ、2人が気になってる会社とかってある？もう気になってるのは、うん、まあ、今だと、もうすぐあるのが、リクルートとかが、始まるので、写真があります。みんなでリクルート見てみましょうか。一番最初に出てくるのが、うん、さっき言ってた、あ、これは知ってます。これは知ってるんですよ。これ知ってるんだよね、うん、リクルートであれば20代成長環境が 4.7 みたいな、でも人材長期育成は 3.1 みたいなのはめっちゃ聞いてた話と一緒だから、確かにこれめっちゃ参考にしてます、うん、どんどん下見ていくと、口コミっていうところがある。はい組織体制とか、企業面か働きが成長とか、いや、すごいな。それぞれ項目があって、退職検討理由とかね。そう、ね、気になる一番、うん、これどうやって使えばいいんですか。まあ、星くんだったらその退職検討理由が気になるんだったら、うん、その退職検討理由とかをしてもらって、はいはいはい、したらそれにまつわる仕込みがたくさん出てくる。ああ、はいはいはい、はい、そうで、私だったら結構ワークライフとか女性の働き方とかを見たので、まあ、それで自分の気になる点をチェックしていけばいいかなと思います。じゃあ今リクルート興味があるってことだと思うんだけど、はい、選考とか受けようかなと思ってるの？そうだね、これから選考受けるつもりよね。はい、考えてます。帯訪問とかした？帯訪問はね、まだしてないんで。帯訪問してない。ち
と時間ないし、これでいろいろ見ていきたいね。ね、強み、弱み、展望とかさ、入社理由とギャップとかさ、よく OB さんとかに聞く項目もあったね。はいはいはい、OB 訪問の代わりに、オープンワーク見てね、対策して、面接とかでもさ、まあ、志望動機は絶対聞かれるじゃん。志望動機聞かれた時に、まあ、その書いてある強みとかを、すでにね、言語化してくれてる主催さんが。あ、はい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 。そのオープンワークに載ってる文言とかを使って、志望動機で活用することもできるし、入社理由とかもね、同じように。あ、確かに。志望動機とかで使ったり、あとはギャップとかもね。ギャップはあれよね、シンプルに気になるよね。結構就活してると意識高くなるし、すごい時にさ、入った時はいいけど入った後嫌だってなりそう。てか、なんか入るまでがなんか就活を頑張りたいっていうの、なんかその後なかなか考えれない。確かにね、なんか満足しちゃうよね。一つすごい気になるのがあって、入社決めた理由がなんか全ての価値源泉は人っていう考えがあって、人への投資や期待を惜しまないみたいなところがあるけど、ただなんか人が多くなってきて、なんか上司もみんな手が回ってるわけじゃないから、ちゃんと自己主張していかないと置いていかれるっていうか、しっかり自分自身で意見を言っていかないと手を回してもらえないみたいなところがやっぱあるらしくて、社風とかやっぱこれで伝わるんじゃない。なんかその人の言葉でちゃんと書いてるってことだね。そうなんだね、第三者ですもんね。あ、そう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 、イメージがめっちゃ湧くし。はいはいはい、言いたいことがあって、はい、口コミでその人の主観だから、あ、全部鵜呑みにするのは良くないと思うから、はいはいはい、まあ、そのオープンワークさんで見たのと、まあ、実際の社員さんの声を聞くしか、自分の目でちゃんと確かめるっていうのを大事にして選考に進んでいくのが一番ギャップがないと私は思います。確かにね。おすすめしたいポイントもう一つあって、はいはい、クルタ有料企業からスカウトがもらえます。はい、なんかスカウト系のやつって来る会社の評価って分かんないじゃん、うん、あ、他のサービスだったり、オープンワークだったらそのなんか会社の詳細とかすぐ分かるから、あ、いい会社だとすぐ分かる。めっちゃスカウトと相性いいなってめっちゃ思った。そう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 、あ、そういうことね、うん、こうやって来るじゃん。はいはいはい、はい、すごい。したらもう企業に載せたらその口コミのページに飛ぶので、はい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 、はい、でさっきの、ま、口コミとかのグラフがあるので、すごい。星くんとかだったらさ、結構20代の成長環境とか大事にするっていうじゃん、はい、そしたらさ、なんかたまたま見た会社が 4.9 とか、確かにちょっと行ける、一回見てみよう、一回受けてみようかな。気になったらそのまま応募できちゃうから。あら、ああ、そうなんだ。こうやってスカウトが来た企業の口コミパッて見れるってのも大事だと思うんだけど、企業も、まあ、悪いことも書かれてる口コミ、はいはいはい、まあ、学生が見てるってことも踏まえて送ってきてるわけじゃん。確かに、ね、だからちゃんと、まあ、いい意見にも、まあ、ちょっと厳しい意見にも向き合ってる企業すごい良くない？確かに、確かに、さずに全部、うん、確かに、確かに、確かに、本当の意味でのマッチングだわ、うん。おすすめポイントの3つ目なんですけど、はい、ランキングが見れます、ランキングってなんだろうって思うじゃん、まあ、一番最初に大きく数字が出てくると思うんだけど、うん、それの総合評価だったり、項目ごとにもランキングがあるのね。お、例えば、モホス君だったら何を重視する？タイグーメンの満足度やっぱ気になるね。タイグーメンの満足度ね。正直そしたらタイグーメンの満足度のところを選択して、あ、はいはいはい、こうやって見ていくと、まあ、その社員さんが待遇面に多分納得してたら評価が上の方に行くと思うんだけど、はい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 、KG はちなみに何の業界行くの？一応見てるのは IT と人材、うん、あー、いいね。じゃあ IT 見てみよう。はい、何 IT の何系なの？一応はスタジオとかインターネットとか見てるね。じゃあ、スタジオはね、ただ業界ごとのわー、すげー、ランキングがね、出てくるから。だから給与とか見れるってこと？待遇面の満足でやるとまた全然ね。あ、そうなんだ。絞り込みからまた絞り込んで、ね、ちゃんと自分が見たいところのランキングがパッて出るって、ね、めっちゃすごいよ ね、 すごいよね。おすすめポイント4つ目なんですけど、競合比較ができるところです。例えば星くんだったらどっかこことここ気になるなとか、ちょっと比較したいなみたいなことがある。あ、外資メーカーだとユニリーバーが結構気になる、他社と比較っていうところと、あ、はい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 、業界全体としての比較がまず見れます。だからユニリーバーは業界全体に比べるとだいぶいいっていうのが分かるね。ちょっと下行くとそれぞれの
項目での比較、数値での比較も出てきて、その下に関連企業、まあ、その業界に属する、いわゆる競合みたいなところが、はい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 、PG とかね、ロレアルとか見たら、はいはいはい、確かに。だから総合評価だとちょっとユニエーマが高いけど、うん、社員の式とかだとロイヤルの方が高いみたいな。なんか人によってどっちを重視するかだよね。ほんそうだわ、ね、なんかなんで弊社なの競合じゃないのみたいなの聞かれると思うんだけど、あるあるですね。これでね、まず競合がどんなところかっていうのを知って、うんうんうん、でそれぞれの会社の口コミで、まあ、強みだったり、はい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 、社員さんの入社理由とかね、確かに読めばね、うわそうだね、そのまま面接でもね話せるようになるよね。僕結構オープンワークス使ってたんですけど、うん、結構そのランキングしか見てない時があって、うん、わなんかこの会社 4.84 だとか、うん、割高みたいな、いや結構浅めの使い方を結構最初はしてたっていうところがあるので本当にいい使い方ができるなっていうか、本当に就活にとってもこれはマストだなってちょっと思っちゃったので勉強になりました。オープンワーク気になったな、使ってみたいなって思う方、概要欄にリンク貼ってあるのでぜひそこからチェックしてみてください。はい、ありがとうね、本当に。またね。また頑張ろう。頑張ってね。お疲れ様です。じゃあ、お疲れ様です。またね。お疲れ様です。次の用事。いってらっしゃい。